はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の有限小数と循環小数についてお送りします。で、前回まで N 進法やったんですが、ここで1本有限小数そして循環小数についてやっていきます。で、珍しくね、ちょっとポイント含めて全部で3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では今回はまず有限小数が何なのかっていうところをね、捉えてもらえたらと思うんですけど、規約分数、これ規約分数っていうのはそれ以上約分できないよねっていうやつです。あの分子と分母ね、約分できないよって状態を規約分数っていうんですけど、その形にしたとき、ここまず大事ね、その形にしたときに分母の素因数がほにゃららとほにゃららのみの分数のことを有限小数と言います。で、まずこれはね、覚えちゃってください。ここの数字は2と5でございます。で、これはどういうことかっていうのは、この2番をやりながら説明していきます。で、今その2番がね、右4つ分数あるんですけど、この中で有限小数となるものを選ぼうという問題ですね。で、これどうやってやっていくかちょっとごめんね、喉詰ました。どういう問題からやり方かっていうと、まずそれが有限小数なの有限小数じゃないのっていう調べるときには、規約分数にしないとわからないので、まず約分できないかなっていうチェックを先にしてください。で、例えばこれ55分の12、これは約分できません。もうだからあとはチェックしに行く。で、チェックの仕方が分母です。もう分子はね、どうでもいいの、上はどうでもいいので、下だけ、それの素因数が2と5のみになってるかどうか。で、それはね、この55を素因数分解してください。55を素因数分解、ちょっと消しちゃいますけど、後で。で、やっていくと、あれもう5と11ですね。ちっちゃいんです。5と11。だから、分母は5と11。これは5と11っていうのを素因数で持ってます。でも、さっきも言ったように、有限小数になるためには、2と5しかダメなんです。例えば、もちろん分母が 2×5、これは OK です。OK、OK。で、他にも2の2乗かける5の3乗、これも OK です。2と5しか持ってないんで。でも、そこにかける7とか2と5以外のものが1個でも入ってしまった場合、これはもう有限小数じゃないんです、これは、っていう判断の仕方をします。だから55分の12っていうのは11が入っちゃってる。これが邪魔なんだよね。だから、有限小数ではありませんよ、と。こうやってやってください。で、次。105分の6。これまず、3で約分ができます。3でね。だから、下が、35分の2になります。まず、こうなる。で、その分母、ここだね。35。これを素因数分解すると、これ、5と7か。こうなりますね。で、7が邪魔なので、有限小数ではありませんよ、と。で、次、240分の9ですね。これも、3で焼けるか。だから、80分の3となります。で、この80、ちょっとやってみようか。2、こうだね。だから、2の4乗かける5になります。で、これは4乗の4は関係ないからね。素因数っていうのはこの下の部分だけを見ればいいので、2と5しか使ってないから、これは有限小数なんです。これ丸ね。こうなります。これ×つけとこうか。で、最後、450分の126。で、これ何気にちょっと約分が見つけにくいんですけど、これ9でいけます。9で。もちろん3から行って3、2回やっても構わないんですけど、ちょこっと行こうか。9で約分すると、50分の9一が9、9時36?ん?いいのか。ごめん、まだいけたね。50分の14なんで、18でいけたのか。失礼。だから、25分の7とこうなります。いいかな?
で、もう約分できない、規約分数になったので、じゃあ分母をチェックすると。で、25っていうのは5の2乗です。ね、ちゃんと5しか持ってない、余計なのを持ってないので、これは有限小数になります。これが有限小数の調べ方。いいかな？で、今回問題の中に循環小数、タイトルにあるね。これ出てきてないんですけど、まぁ、ちょっと口頭で説明させてください。分数ってあるじゃないですか。まぁ、規約分数にしたときに、さっきみたいに2と5を素因数にしか持ってないとき、こういうね。持ってないときは有限小数なんです。で、2と5以外のもの、こういう。持ってるものを循環小数って言います。分数はそれに分かれる。こうやって。循環小数と有限小数に。で、その判断の仕方が分母の素因数が2と5のみなのか余計なのが入ってるかという感じでやってください。で、言葉で出てきてないんですけど、この3番がね、循環小数の問題で、今101分の11、これ分数があります。で、これを小数で表したときに、小数第75位っていうね、どこだよっていう感じなんですけど、その数字を求めに行きます。で、循環小数って何かっていうと、小数にした時に割り切れないんですよ。割り切れないんですけど、どっかで、こう、流れが出てくる。流れっておかしい。あのね、言葉出てもらった。例えば、0.312579 とかバラバラではなくって、3131、あ、規則性ね。ごめん、出てもらった。31がずっと続くよ、みたいな。これが循環小数って言うんですけど、こういう風になってくると。だから、小数第75位なんて計算で出すことは厳しいので、まずそれを、これを割ってみて、その規則を見つけに行きます。規則が出てくるまで割り算すると。で、これちょっと時間かかるんで、多分ね、ここ入らないから、こっちで行こうかな。11ある101だよね。違う、もうちょっと左から詰めよう。よいしょ。俺入んなかったらごめんね。101。で、まずないんで、0点から始まって、1ですね。で、9。で、90ないから0。で、もう一個0くっつけて、9だから、8。808ですね。で、90になって、まだ引き取り出てこないね。次、9。909で、11で110。これでやっと最初の110と同じのが出てきたので、じゃあ、あとは1089が続くよなっていうことが見つかります。ここと同じだからね。110が出てきたらまた同じことずっと繰り返すだけなんで。だから、こいつを小数で表すと、0.1089 点ってなっていくと。で、これの書き方を、なんか前やりましたけど、1089が続くので、1と9の上に点をつけます。1から9までが続きますよっていうマーク。こう表すんですが、まあこれが大事じゃなくて。じゃあ小数第75位がどこかっていうのを判断しに行きます。で、これはですね、ここが小数第1位ですよね。ちょっと、大きく置こうか。1089。小数第1位、第2位、第3位、第4位。ってなっていくので、これ一番右の数字を見るとよくて4じゃないですか。ってことは、ここは全部4の倍数になります。だから小数第8位はもちここに来るし、12位もここに行きます。倍数していけばいいからね、一番右は。じゃあ、4の倍数で75位まで近づけてみようと。ね、どこまで行くかと。で、4の倍数考えてきたときに、まあ76で行ってもいいし、72で止めてもいいけど、まあ76まで行こうか。これ4の倍数いくと、76ってここに来ます。4の倍数なんで、入ってるね。ってことは、ここ、小数第76位なんです。じゃあ1個手前。もちろん75位ですよね。ってことは、75位は8。っていう数字ですよね、と。こういうふうに解いてみてください。なので、まず最初に、こうやって循環小数で、ね、どこが循環するのか、っていうのをね、見つけないといけないので、これをまず出すと。で、出したら、一番右のとこに注目して、そこの倍数考えて近づけていこうね、という感じで、ぜひ解いてみてください。では、今回は、高校数学、数 A の有限小数と循環小数についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回がね、いよいよ数 A の最後でございます。で、最後は、いろいろな方程式の整数解。まあ、前もちょっとやってるんですけど、そこで取り上げなかったちょっと問題をね、2問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。